自己 PR をお願いします。こんにちは、磯部圭介です。平成9年9月9日生まれの39、23歳です。出身は愛知県の豊橋市です。僕は小さい頃から、ピアノを習っておりまして、そして高校の時は軽音楽部で、いろんな楽器を演奏してました。音楽は、小さい頃から、いろんなジャンルだったりいろんな形でこう身についてるかなと思ってます。よろしくお願いします。芸能界を目指したきっかけを教えてください。はい、芸能界を目指したきっかけは最初は音楽の方で音楽の道で、進んでいきたいなと思っていたんですが、友人に一度舞台に見に行かないって誘われて、それで一回見に行ったことがありまして、その舞台を見た時にこの人たち本当にすごいなっていう、その人の気迫だったり思いっていうのをかなり生で感じて、あ、演技やってみたいと思い、オーディションを申し込みました。この先の目標があれば教えてください。はい、きっかけの方でもあったんですけど、これからは僕は、人の心を動かせるような、そんな演技ができる人で、そして、舞台で実際に自分の演技を見て自分のようにこう心を動かされる、思わず心を動かしてもらえるような演技ができるようになりたいです。今その、そういう役者になるために頑張っていることは何かありますか？そうですね、いろんな舞台を見に行ったりとか、さまざまな映画を見たりして、この人どういうことを思ってどういう演技をしているんだろうっていうのを日々勉強しながら、自分でこう物語を書いてそれを家で自分で演技をしてみたりっていうことをやってます。披露できる特技とかがあれば教えてください。僕の披露できるというか特技は、ギターなんですけども、最近は自分で作詞作曲をして弾き語りをするというのに挑戦しています。ということで今日はその自分で作った曲を披露したいと思います。はい、今から披露する曲は僕が一番最初に作った作詞作曲した曲です。この曲はハッピーバースデーという曲なんですけども、今日そして毎日ですね、誰かの誕生日であるなっていうのがありまして、そんな誕生日の日の一日をストーリーにした曲です。お祝いの曲となっております。それでは聴いてください。ハッピーバースデー。セクワンのカウントダウン、日付が変われば祝いのラインが終わり、皮肉さあ素敵な一日が
ますよ、ボイ。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。皆さんの頭の少しの片隅にでもね、覚えていただけるともうとてもとてもとても嬉しいでございます。またどこかでお会いしましょう。来週も、金曜日に、このホットチャレンジありますので更新されますので、ぜひお楽しみにしてください。ありがとうございました。令和3年サンミュージックアカデミー名古屋校定期発表会を5月30日日曜日、名古屋市北文化小劇場で開催します。出演はタレントコース、小学生コース、キッズコース、シニアコース、ボーカルコース、忍者アクションユニット楽陽、ダンス&ボーカルボーイズユニットベクトル、バリエーション豊かな内容と幅広い年齢層が出演する楽しい舞台です。3部制で一部開演は13時です。各部1000円でサンミュージック名古屋のオンラインショップで販売しています。詳細はホームページをご覧ください。現在絶賛稽古中です。ぜひ見に来てください。見に来て待ってます。